クロアチアの最も美しいファンが敗れたブラジルを煽る。物議を醸した挑発ダンスを投稿して嘲笑、都営紙が報道、W 杯。先月20日の開幕から世界に小さくない娯楽を提供し続けてきたカタールワールドカップ。いよいよベスト4進出チームも出始めて最終盤を迎える中東初開催となった同大会だが、熱狂度は高まる一方だ。ピッチ内での各国選手たちの奮闘もさることながら、今大会はピッチ外の話題も尽きない。その中で世界のサッカーファンを魅了した女性サポーターが話題を振りまき続けている。クロアチア人インフルエンサーのイバナ・ノールさんだ。元ミスクロアチアの肩書きを持つ彼女は、母国代表チームを後押しすべく毎試合観戦。国旗をあしらったド派手なコスチュームでスタンドから声援を送り、抜群のプロポーションを披露し続けている。そんなノールさんが現地時間12月9日に行われたブラジルとの準々決勝後に SNS で公開した動画が話題となっている。この試合でもいつも通りのいでたちで堂々とスタンドを闊歩した彼女は、PK 戦の末にセレソンを打ち破ったクロアチア代表選手たちに歓喜。自身のインスタグラムに、家に帰る時にでも踊ったらいいわ、という文言とともに、鳩を模した両脇を締めるような独特な踊りを見せたのだ。もちろん、これはブラジルに向けられたものである。というのもセレソンは、4-1 と快勝した韓国との決勝トーナメント1回戦で、ゴールを決めるたびにド派手なゴールセレブレーションを披露していた。とりわけリシャルリソンが3点目を決めた際には、チッチ監督も混じって選手たちと共に、ピジョンダンスと呼ばれる踊りを見せて物議を醸した。無論、一連の行為は韓国への敬意を欠くとして批判が殺到。チッチ監督は、批判は覚悟の上だ。これはブラジルの歴史であり、文化なんだ、と説明したが、これが火に油を注ぐ結果となって、ブラジルは逆風にさらされていたのである。そうした背景があり、ノールさんはブラジルを逆に挑発したわけである。しかし、敗者を不必要に煽る行為でもあったために、ほどなくして炎上。英氏、ザサンは、このワールドカップで最も知名度を上げたファンはブラジルを荒らした。彼女は母国が勝利すると、敗れた南米のオスを嘲笑った、と伝えている。その言動が賛否両論を呼んでいるノールさん。アルゼンチンと対峙する準決勝にも来場するであろう彼女の振る舞いには、世界が熱視線を送りそうである。クロアチアのワールドクラス美女がフォロワー200万人突破を報告に、W 杯チャンピオンはあなた、の声。カタール W 杯でベスト4に進出したクロアチアを現地で応戦するイバナ・ノールさんが11日に自身のインスタグラムを更新。フォロワー数が200万人を突破したことを報告した。ノールさんは、200万みんな本当にありがとう。みんな愛してる、と綴り、クロアチアがブラジルを PK 戦の末に破った試合の応援ショットを披露。ナショナルカラーの赤と白のチェック柄の大胆衣装でピースサインをする写真で喜びを表現した。フォロワーからは、あなたはサッカーチームより有名です。あなたに夢中、ワールドカップのチャンピオン。クロアチアのワールドクラス美女が大胆ショットを披露。ブラジル撃破でフォロワーが1日で20万人増。カタール W 杯でベスト4に進出したクロアチアを現地で応戦するイバナ・ノールさんが10日までに自身のインスタグラムを更新。大胆衣装コーデで母国を応援したショットを披露した。ノールさんはクロアチア対ブラジルとの対戦を前にセミファイナルに行こうと綴り、応援を呼びかけた。この日も赤と白のチェック柄のナショナルカラーのレギンスに光沢があるシンクのパンツ、真っ赤なビキニを合わせたセクシーなコーデを公開。観客の入っていない試合前のスタジアムで笑顔を振りまいた。試合はクロアチアが延長後半に追いつき、得意の PK 戦でネイマール擁する FIFA ランク1位のサッカー王国を破った。勝利の女神の面目躍如という投稿に、おめでとう、あなたはカップを取る、クロアチアはあなたと一緒で去ることはできない、と祝福する声が寄せられた。日本でもドイツ戦の前に現地で国際映像に映り、ワールドクラスの美しさと話題になったガールズバンド、パラドクスのドラムショノさんが注目を集めているが、ノールさんも熱狂的なクロアチアのサポーターで元ミスクロアチアの肩書きを持つ。今回は3大会連続の観戦。一次リーグから現地で応援する姿が話題となっており、同国のドレスをまとった姿をたびたびアップしている。ブラジル戦で注目を集めたのか、ノールさんのフォロワーは1日で22万人以上も増えて202万人に。
この投稿にも38万6千以上のいいねがついている。日本と戦うクロアチアに強力な援軍、セクシー衣装が物議の美女サポーター、フォロワーがついに100万人超え。カタールワールドカップ W 杯のラウンド16でクロアチア代表と対戦する日本代表。日本が目指す新しい景色、史上初のベスト8に向けた大事な一戦だが、クロアチアには強力な援軍がいる。カタールワールドカップ W 杯のラウンド16でクロアチア代表と対戦する日本代表。日本が目指す新しい景色、史上初のベスト8に向けた大事な一戦だが、クロアチアには強力な援軍がいる。写真、イバナさんがカタール W 杯で披露したセクシー衣装3連発。その名はイバナ・ノールさん。元ミス・クロアチアという肩書きを持つイバナさんは、母国代表の熱狂的なファンとして知られ、今回のカタール W 杯も現地観戦。2014年のブラジル大会と2018年のロシア大会も現地観戦していたほどの猛者だ。イバナさんが注目を集めているのは、その美貌だけで鼻くそのセクシーなファッション。カタールへの渡航者へは露出を控えるよう注意がなされているが、イバナさんはお構いなしで自身のプロポーションを見せつけている。モロッコ代表戦ではタイトで胸元も全開の赤白チェックのロングワンピースを着用すると、カナダ代表戦では丈が非常に短い赤白チェックのワンピースを、そしてベルギー代表戦ではぴったりのレギンスを着用していた。だが、批判とは裏腹にイバナさんのインスタグラムのフォロワー数は急増。一気に100万人を突破すると、その勢いはとどまらず、5日昼時点で125万人を超えている。日本戦では果たしてどのような姿で現れるだろうか？なんてことだ、クロアチアの最も美しいファンへの容姿批判に本人が憤慨、私たちの生き方も尊重してほしい、W 杯。現地11月20日に開幕したカタールワールドカップ W 杯。頂上を目指して各国代表の選手たちが熾烈な争いを繰り広げる中、またしてもクロアチアの女性サポーターの振る舞いが波紋を呼んでいる。話題となっているのは、クロアチアでモデル兼インフルエンサーとして活躍するイバナ・ノールさん、最も美しいファンと称される30歳は、大胆なコスチューム姿でスタンド席から母国を応援する姿が多くの人の目に留まり、様々メディアで取り上げられた。その影響もあってか、彼女のインスタグラムのフォロワー数は一気に増加。間もなく120万人に届く勢いである。グループステージの第1節ではタイトなウェア、第2節ではミニ丈のドレスに身を包み、クロアチア代表に声援を送ったノールさん。12月1日に行われた最終節では、ぴったりとしたレギンス姿で登場し、またしても抜群のプロポーションを観衆に見せつけると、SNS 上ではたちまち批判が殺到。なぜなら、カタールには厳しいドレスコードが設けられており、肌の露出を控えるよう求められるからだ。しかし、カタールのサポーターですらノールさんが通るたび、スマートフォンを片手に彼女を撮影。この風景を見たカタール紙アルアラブの記者を務めるムハンマド・ハッサン・アルジュファイリ氏は、彼らの胸中を自身のツイッターで代弁、参考までに、彼らが写真を撮るのは、彼女が好きだからではなく、私たちの文化を無視する服装が好きではないからだ、と批判的に伝えた。そんな中、フランスの日刊紙、ミディ・リブレは、イバナ・ノールさんは、カタールで大胆な衣装姿を披露し、自分自身を正当化する、と報道。さらに同紙の取材で本人は怒りを叫んだ。ワールドカップがカタールで開催されれば、服装の制限はないだろうと思っていた。だから私はルールについて聞いてショックを受けた。肩、膝、お腹を見せることを禁止するドレスコード。